ルースターズの鉄橋の下ではありますね。今日はね、下山淳さん、ルースターズの下山淳さんの特集をやってますね。鉄橋の下でね、行きます。これナインスを使ってるんですよね。素晴らしいコードの響き。ナインスね。これね、ナインス。行きます。だと思うんですけどね、この響きがね、これが G でしょ、あのビートルズ G で、 C ナインスはね、ここからこの2つをね、1つ下げるんですよね。あ、見えてるかな、 これが G でしょ、で C ナインスはここからこうね、あ見えないか、これが G で上を下げて、これね、これが C ナインスね。ね、これがね、僕はね、最初分かんなかったんですよね。最初この C、C
CG でやってたんですけど、なんかね、こう深みが足りない、本物と違うなと思って、そしたら C、 これ C ナインスだって気づいてね、あのビートルズのね What Ever っていう曲とかでもね使われてますよね。あの最近の日本のバンドではね、クリープハイプとかよくねナインスを多用してますけどね。ということで、鉄橋の下でした、ね、島山さんの曲ですね、名曲、素晴らしいねこれね。